お待たせいたしました。これより再開させていただきます。続いてのプログラムはパネルディスカッションセッション3でございます。テーマは IoT による製造ビジネス変革に向けたコラボレーションです。はじめにパネリスト、モデレーターの皆様をご紹介いたします。ステージ中央よりご紹介させていただきます。先ほどもご講演いただきましたジェフ・G・フェンダース様、続きまして岩佐和則様、ヘニヒ・パンティエン様、ハインリヒ・ムンツ様、続きまして三菱電機株式会社役員理事 FA システム事業本部副事業本部長 RRI ワーキンググループ1IoT による製造ビジネス変革共同主査山本雅之様、株式会社日立製作所電力インフラシステムグループ経営企画本部事業開発障害部部長 RRI ワーキンググループ1 IoT による製造ビジネス変革共同主査水上清様、そして最後に本パネルディスカッションのモデレーターをお務めいただきますのは法政大学デザイン工学部教授でインダストリアルバリューチューンイニシアティブ理事長の西岡康幸様でございます。以上7名の皆様にてパネルディスカッションを進めていただきます。それでは私の司会はここまでとし、ここからの進行はモデレーターの西岡様にバトンタッチいたします。それでは西岡様、よろしくお願いいたします。はい、それではパネルディスカッション、IoT による製造ビジネス変革に向けたコラボレーションというタイトルで、早速始めたいと思います。本日は非常に豪華な、ゲストの皆様をお迎えして、まさに、ワールドワイドで世界中のこの IoT そしてものづくりと IT の変革というテーマにふさわしい皆様をお招きしてのパネルということで、この、新しいテーマに対して、うまくまとまるかとても不安ですけれども、務めさせていただきたいと思います。よろしく、お願いいたします。まず本日の大きな目的はですね、午前中からいろいろプレゼンテーションいただきましたが、世界中であるいはそれぞれの地域でいろいろなイニシアチブが同時並行的に起こっているという、この現状がまずは皆様の中でいろいろなイニシアチブがどういう特徴でどういう違いがあって、そして最終的にはどのようなコラボレーションができるのかといった、そういった方向性を何とか見つけたいということで進めたいと思います。それでは全体の進行ですけれども、まず午前中および午後の先ほどのセッションでプレゼンテーションをしていただけなかった皆様に発表をしていただいて、その後討論という形にしたいと思います。特に日本側のロボット革命イニシアチブ協議会RRI の、チェアの、お二方、そして私も先ほど紹介いただきましたが、IVI インダストリアルバリューチェーンイニシアチブという、組織を、進めておりますので、その3つについて簡単にプレゼンテーションをしたいと思います。それでは、私の方のスライドに移していただけますでしょうか。まず私の方から簡単に IVI の紹介をさせていただきたいと思います。 IVI というのは、今現在、ここにありますようにおよそ130の、特に、日本のメーカー製造業が多いですけれども、特に日本だけということではないんですけれども、スタートが日本の50社のメーカーでが中心になって行われたということで、このような一連となってございます。
まあ、簡単に特徴ですけれども、開始スタートは日本機械学会の生産システム部門において研究会がスタートしたところを母体としております。昨年の6月にスタート、いたしました。まあ、これは今いろいろなご説明ありましたけれども、失礼いたしました。ビジネスシナリオという、視点で、いろいろな、実際の IoT を使った、ビジネスがどのように変わって、それで、どういう、現状がどう新しい方向性に向かうのかといったところを議論するという意味では、ユースケースというよりはまずビジネスそのものを、製造業の立場から、定義していきましょうということを行ってまいりました。そこの一つのキーワードが緩やかな連携というキーワードでございます。この緩やかな連携というのは、しっかりとした連携というよりは比較的緩やかなルーズな、標準のリファレンスを定義して、それを比較的個々の製造業の強みに合わせてカスタマイズ、モディファイして使うという、そういった考え方でございます。それによってそういうライブラリーを提供することで、それを使った多くの製造業が新しいビジネスモデルを作っていこうという、こういったことを目的としてございます。最終的なゴールですけれども、ここにありますように、製造業が特にこれから新しくサービス業にシフトしていく、そういったことをいかにサポートするのかということが一つ、それから先ほど申し上げましたような緩やかな連携ということをベースに、それをプラットフォームとして提供していくといった視点がもう一つ、そして中小企業ですね、中小企業であるとか地方の企業に対しても、こういったサプライチェーンとエンジニアリングチェーンをしっかりと実装していくといったことをサポートしていきたいというふうに思っております。主な活動はここにありますように、ワーキンググループでさまざまなビジネスシナリオに乗っ取って、どういったビジネスを特に製造現場の視点から具体的に定義し、その中で IoT をどういうふうに活用していくのかといったことを議論しております。ちょっとこれは細かくて恐縮でございますけれども、それぞれのビジネスシナリオは特に装置をつなげるとどんないいことがあるのか、あるいは製造現場の製造プロセスをつなげるとどういういいことがあるのか、さらには工場と工場、そして工場と最終的なカスタマー、お客様とつなげることでどういういいことがあるのかといったような、いくつかの特徴的なシナリオをベースに、ここには代表的な幹事となっている企業の名前がありますけれども、個々のシナリオのワーキンググループごとに平均10社ぐらいのグループで活動しております。特にそこでのシナリオの定義方法ですけれども、闇雲に定義するということではなく、先ほど申し上げたような緩やかな標準という考え方に基づきまして、シナリオ、そして場面、シーンですね、それからシーンの中にはアクティビティがあり、アクティビティがさらにアクションという、構成要素に分解されて、最後は情報とシングス、物とことですね、といったことに分解されるという、こういったより詳細なモデリングを通して、個々の製造業のオペレーションがIT にどのようにつながるのかということを定義してやっております。最終的にそういったデータはリポジトリに提供されまして、そのリポジトリを使って次は新しい似たような同じようなさまざまな製造業のシーンに対して適用していこうという、こういったアイデアで進めております。大きくはここにありますようにロードマップとしては、まずは2017年、来年ですかね、までには今申し上げたような
リポジトリを完成させて、それを活用して新しいさまざまなワーキンググループがより簡単にこのビジネスシナリオを構築し、そしてそれを実装するといったこういった流れを作っていきたいと。でさらには2020年2030年ということにかけて、このようなやり方を活用しまして、この製造業のサービス業化、あるいはさまざまなデータを活用して、より、まあグローバルに、あるいは中小企業、あるいは地方といった、そういったものづくりが活性化するための仕組みを提供しようという、こういったことを行っております。失礼しました。2017年20年30年という形で行ってございます。ということで、ちょっと簡単ではございますけれども、ちょうど設立して1年に経たない3月で10ヶ月ぐらいですけれども、今申し上げたような20のワーキンググループがほぼ実証実験を今ちょうど終えようとしているところでございまして、3月にはそういった発表をするといったこういった段階になってございます。というのが IVI が活動でございますが、先ほど、午前中に笠谷局長にもありましたように、比較的民間ベースで、先行して進んでいたということもございまして、具体的な成果が、徐々に上がっているといったこういった状況でございます。ということで、簡単に IVI の紹介をさせていただきましたが、引き続きまして、日本の、ロボット革命イニシアチブ協議会のさまざまな活動、そして最近、中間報告ということで、その方向性が明らかになっておりますので、引き続きまして、パネラーの、山本様の方から、まずプレゼンテーションの方をお願いしたいと思います。はい、ロボット革命イニシアチブ協議会、略称 RRI ですけれども、そちらの方のワーキンググループ1、IoT による製造ビジネス変革ワーキンググループ、こちらの方の共同主催のうちの一人、三菱電機の山本でございます。よろしくお願いいたします。私の方からは、このワーキンググループの簡単な紹介と、それから、昨年の12月25日に中間取りまとめという形でですね、報告を上げております。で、そちらの方の概要ということでご紹介させていただきたいというふうに思います。まず RRI の方の体制ですけども、これはいろんなところですでに出ております、3つのワーキンググループが現在ございます。で、このうちのワーキンググループ1というのがですね、今日のお話の IoT による製造ビジネス変革ワーキンググループというところで、これはいわゆる製造業というところに視点を置きながら、IoT によって、もしくは IT ですね、 IT、ICT によって製造業がどう変わるのか、どういうふうに変わらなきゃいけないのかというところをですね、中心に他の会合と協力、それから協調しながら議論、検討を進めていくというところでございます。それからワーキンググループの2、こちらがですね、ロボットの利活用推進ワーキンググループというところで、これはもう製造業だけではありません。いろんな分野でのロボットの利活用、こちらを推進する環境を整備を図るというところのワーキンググループでございます。それからワーキンググループ3ですけども、こちらはロボットイノベーションワーキンググループということで、次世代ロボットの方も視野に入れながらですね、開発、製造、導入、こういったところの改革に向けて取り組みを進めていると、こういう3つございます。で、この中の今からですね、1のところのご紹介ということになります。で、いろいろちょっと細かい字で書いてございますが、ワーキンググループ1ではですね、制御装置、それからネットワークだとか、あと IT 系、それからソフトウェア、こういったところの各企業であったり、製造業者であったり、それから各種団体、学会と、こういったところが参画しまして、大きく IoT の製造ビジネスへの影響、こちらの方を深掘、もっと深掘りしていきましょうというところ。それから先進企業の取り組みの紹介であったり、それを勉強するところであったりと、それから課題、これを抽出しまして共有化してですね、その対策を検討しましょうというところをですね、いろいろ議論しております。で、その結果をですね、行政であったり
標準化の、まあ、各種委員会とこういったところの組織団体、こちらの方に提案していこうということになっております。で、まあ歴史的なところでございますが、一応昨年、7月の15日にキックオフをしております。で、現在の状況ですけども、最初ですね、メンバーとしては101、まあ、企業とそれから、まあ、先生とか合わせまして101メンバーだったんですけども、2015年9月には128のメンバー、それから現在はですね、2016年2月現在で146ということで、徐々に増加をしております。まあ、これは関心がですね、非常に高いということの表れではないかと思っております。で、まあ、こういったのを踏まえながらですね、昨年の12月25日に中間まとめというところで報告したと、こういう状況でございます。で、まあ、かなり内容ボリュームがある中間まとめという形で報告させていただいたんですけども、今日は時間の都合もありますので、まあ、目次というところで大体こんなことを言っているというところをご紹介します。こちらの方に7項目ございます。まあ、最初にですね、背景と目的、こちらの方から始まって検討方法と範囲とかですね、2030年、こういったところに想定される日本の製造業の在り方はどうあるべきかというところを検討とか、こういったところをやっておりますが、今日のテーマのところにですね、一番相当しますのが、実はこの中の第4項そして第5項というところになります。4項で産業界共通の課題について、それから5項で今後検討していくべき事項と、こういったところございまして、これがまあいろんなところとですね、皆様と協力していくところ、それから競争していくところ、こういったところが定義されていくということになります。で、4項の方はですね、ワーキンググループ1の中のメンバー企業へのアンケート、こちらを実施しました。そのアンケートを通じてですね、どんなことを課題として皆さん捉えているかというところをまとめたのが、まあ、4項というふうに捉えていただければいいと思います。まあ、キーワードとしてオープンイノベーション、それから競争領域と協調領域、それから標準化、セキュリティ、それからデータの所有権、それから利用する権利、利用権、それから中小企業、中堅中小企業、それから、ちょっと変わったところでは経営層の意識改革とかですね、あと製造サービス業であったり、少子高齢化であったり、人材育成であったり、まあ、こういったところがですね、キーワードとしていろいろ出てきております。で、まあ、メンバーの皆さんがですね、こういうものを意識を持っていると、課題としての認識を持っておられるということで、これおそらく今日これからですね、ディスカッションをしていただくような、まあ、アメリカ、それからドイツ、こちらの方でも非常に似通ったですね、課題をお持ちではないのかなというふうに考えております。で、最後のページになりますけども、そのアンケートの結果を踏まえまして、まあ、おそらくこのあたりが共通の課題であろうというところを、これ私の方からちょっとピックアップをさせていただきました。1つ目、標準化、これ先ほどから何回も出ております。それから2番目セキュリティ、それから3番目データノウハウの所有権、それから4番目中堅中小規模の企業での IT の投資、それから5番目高齢化継承者不足、労働人口の減少、こういったところ、それから6番目 IT 技術者の育成ということで、こういったところをですね、いろいろ我々の方もアメリカ、それからドイツからですね、ご意見を伺えることができればというふうに考えております。それから中間まとめにはですね、ちょっと報告記載ありませんでしたけれども、現在ですね、活動を推進するためにサブワーキンググループというですね、もう少しこじんまりとしたワーキンググループを実は設置をしました。現在5つできております。で、この小グループをですね、進めながら活動をですね、さらに活性化していきたいというふうに考えているところでございます。はい、私の方からは以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。中間まとめということで、非常に広範囲な内容をご紹介いただきました。それでは引き続き水上様からよろしくお願いいたします。はい、ワーキング1 IoT による製造ビジネス変革ワーキングの共同主催のもう一人でございます、日立の水上と申します。よろしくお願いいたします。私の方からは、
少し概念的なお話をさせていただきたいと思っております。IoT、それからビッグデータ、さらには人工知能といったものが、社会に大きなインパクトを与えるということが、まあ、昨年来、いろんなところで騒がれ始めています。どういう影響があるのだろうかということではなくて、一番大事なのはどうしていかなきゃいけないかという自分たちの姿を考えていくことが大事なんじゃないかなと思っております。中間報告の中に、スコープ等々の表現をしましたけれども、そこで書かさせていただいたことを、製造業の新時代に向けたアプローチと称して、簡単にご説明させていただきたいと思います。3つございます。まず価値、ここの価値というのは、まあ、言葉では非常に大きな概念で、どう言い表したらいいかというのは相当悩みました。カスタマーバリューみたいな言い方も非常に、よく言われていることですけれども、ものづくりを振り返ると、ものの作り手、メーカー側のまさに人の気持ちも非常に大事な価値なんではないかなと思っております。こうしたことから、ここではステークホルダーの価値ということを一つ、観点としておきました。二つ目は企業間の関係です。今日の話の中にも、例えば、IIC の話で、エコシステムのようなことが先ほど お話の中にも出てきました。新しい企業関係というのを、作っていかなきゃいけないんだろうなと、思っております。そしてもちろん一番大事なのが製造現場における運営、マニュファクチャリングオペレーションだと思っております。この3つを包括的にどう考えて次の時代を作っていくかということを、あるあるアイデア考えていきたいと思っております。失礼しました。ステークホルダーの価値、1番目です。目先のいわゆる利益に、振り回されることなく、多分今起きている大きな社会問題、今日笠谷局長からもお話がございましたが、日本はこれから人口減少、生産労働の減少ということを大きな問題を抱えております。こういった大きな社会問題に対して共通の価値を見出してサスティナブルな社会を作っていくというのが、多分一番上位の概念なんではないかなと思っております。そこを目指して、製造業ですから従来の製品という考え方からではなく、ユーザーエクスペリエンスなどと言われているような経験を豊かにする、そういった価値を提供していかなきゃいけないんだろうと考えております。例えば、建設機械の例で、日本でも、言われている例がございます。機械を単に売るのではなく、新興国の造成という、土地を平らにしていくような作業そのもののソリューションを提供していく、それを通してその新興国に貢献する、そういったものがこの一番目の観点でございます。2番目は企業間関係でございます。日本は高度成長の時代に垂直統合で関連会社を含めて非常に効率よくものを作るシステムを作ってまいりました。しかし
インターネット時代に入って非常に進歩の激しい技術革新の中においてはオープンイノベーションでまさにエコシステムと呼ばれている異業種も含んだ方々と新たな仕組みを作っていかなきゃなんない時代に入っていると思います。この例で例えば東大阪の中小企業が人工衛星マイドというのを作った話は、日本の方ですとある程度ご存知の方多いと思うございます。まさにこういうことが製造業としてこれからやっていかなきゃいけない企業間の関係性なんではないかなと考えてございます。3番目、マニュファクチャリングオペレーション。これは言う必要は特にないかもしれません。いわゆる製造の管理だけではなく、PLM、SCM と言われているような製品のライフサイクルの管理からスタートし、さらには生産材、それから工場そのもののライフサイクルまでも考えて、例えば工場と見たときにはそれに必要な人材の教育とかそういった問題も入ってきますから、そういったことまでを含めたシステム化が必要なんだろうと思っています。ですがこれらの3つは独立したことではございません。互いに関係性を持った、観点だと思っております。これらの相互作用と統合化をうまく働かせられるように、我々はこれから検討していこうと考えてございます。私の方からこれでご説明を終わらさせていただきます。ありがとうございました。日本のイニシアチブの背後にある考え方、特に価値の問題、企業間の関係、そしてオペレーションに対する、見方、捉え方が大きく変わっているという、そういったお話でございました。それでは日本のいくつかのイニシアチブの考え方、取り組みについて、ご紹介いたしましたが、午前中の、ドイツの取り組み、そして、アメリカを中心とした、IoT の取り組みとございましたが、ここでパネラーの皆様からそれぞれまず、多くの、こういった取り組みがございますが、それぞれどこが共通で、どこが違うのか、特にそれぞれ の立場から、自分の、メインに所属している取り組みと、それ以外、特に今日本からの紹介もありましたけれども、どの辺が特に違っていて、でどこが共通なのかといったところを、順にお聞きしたいと思います。それではフェダンさんから順にお願いできますでしょうか。はい、わかりました。聞こえますでしょうか。皆さんのプレゼンを拝聴いたしました。この IT、OT というコンセプトがあるわけです。これが私たちの取り組んでいる問題のまさに核にあるわけで、イノベーションによって通常はその雇用の創出につながるわけです。この複雑な問題、IoT というこの問題は新しい雇用を生む機会であるということになります。したがって各国がそれぞれのこのようなイニシアチブを立ち上げているわけであります。そこで皆さんが考えるのは、このような動きで雇用には、社会にはどういう影響があるのだろうかということになるわけです。 IoT 何か落とし穴がないかということが懸念されるわけです。これらは共通のテーマであると言えます。
どのようにしてこのような落とし穴を軽減するのか、問題を最小限に抑えることができるのか、そして雇用の訓練などによってこの機会をまさに生かせることができないのかというのが本日さまざまなお話を聞いた中での共通点だと考えます、はい、ありがとうございました。特に共通点のことをお話しいただきました。それでは岩佐さんお願いいたします。はい、私は一個産官学の連携っていう言葉が3つ、まあ、ドイツ、日本、あと IIC 共通して聞いているなと思ったんですけれども、ただ中身を見ると私は全然違うと思っていて、ドイツはどちらかというと、まあ、これは私の印象ですけれども、政府が主導になってインダストリー 4.0 っていうコンセプトをうまく作って、それでみんなが協調する動きをうまくこう回し始めたっていうふうに見えています。あと IIC については、まあ、同じ産官学という言葉を使ってるんですけれども、どちらかというと企業が、リードしていって、それで、まあ、大学なんかの研究技術を使ったり、あるいは政府のファンディングを取ったりして、企業がこう前面に立って、推し進めていくときにうまく産官学の連携をしようという動きがあるのかなというふうに見ました。で、日本は、まあ、これも正しいかどうかは別として、両方のいいとこ取りをしようとしているかなというふうに見えていて、うまく、まあ、インダストリー 4.0 のやり方と IIC のやり方といいところをうまく合わせた形で回していこうとしているのではないかというふうに見えました。以上です。はい、ありがとうございました。プロセスの生い立ちというところと、あと現状も含めて、そういったフォーメーションが大きく違うという、まあ、そういうお話でございました。それでは引き続きバンティエンさん、いかがでしょうか。大きな違いあるいは共通点ということをお聞かせ願いますでしょうか。 Yes, thank you. はい、ありがとうございます。Get back to what you've said, 先ほどの first, with the role of government, I think まず政府の役割というご指摘でありますが、これは一つ興味深い点だと思います。ドイツの場合、はい、確かにドイツの政治が大きな役割を果たしたと言えましょう。ドイツのプラットフォームというのはその一つのリーダーがいるというよりは、考え的には政治、そして産業、企業、そして組合、また研究関係も集めて、そしてこのプラットフォーム上で新しいソリューションに取り組むという場を作ったというふうに言うことができますでしょう。ですから全く違うということではなく、ドイツでその考えたやり方というのは、このような課題に対してどうやってそれに取り組むのか、でその力を合わせて、いろんなところの力を合わせてやっていこうということになったわけです。ドイツのアプローチというのは、まあ、おっしゃったように社会の課題でもあるわけです。将来の雇用はどうなるのか、あるいはその生態系の環境の問題等もあるわけで、それに取り組まなければならないと。で、その労働組合もその政治もその実施に関わらなければならないというところから始めているわけです。で、ここで興味深いのは、いかにそれが、まあ、その国特有のものなのか、あるいは国際的であるのかということでしょう。非常に明確な国際的な取り組みというものもある。ただアメリカベースの、まあ、ルールもある。ただこのイニシアティブを進めるにあたっては非常に国際的なものになって展開している。またドイツの場合、おそらく、まあ、日本もそのようにいると思うんですが、明確なドイツのルールがあり、そしてそこで
重点を置いているのは、その深くこのドイツの経済に取り組んでいくものです。ただ IBM とかヒューレット・パッカードとかドイツでない企業も参加をしている。私はそのボードに幹事会に参加をしているわけです。 ABB などの企業が参加をしている中で一緒にやっているわけです。で今取り組んでいるのは集中的にこの国際的な協力をしていきたい。 ICT あるいは EU あるいはフランスの同僚などとあるいは中国ともこの協力を進めている。これが重要だと考えるからなんです。我々にとって非常に重要なのは ICU では明確にその中小企業に関するフィルターというものはないと。日本の活動におきましては中小企業に非常に力を入れていらっしゃるということが分かりました。で問題点ということでそのロボとか踏み協議会の皆さんの方でもドイツの考え方と似たところがあると見受けました。で先ほど水上さんがおっしゃったこの図式ですがいろいろなその価値があると。でこれがどういうふうに変わっていくのか、このようにやはりその経済は動いていくのだというこの図式を見ますとこれからどういう問題が出てくるのかどういうことに取り組んでいくのかがよく見えてそして良いコラボレーションできると考えました。ありがとうございました。先ほど3つの視点はある程度共通するというふうに受けたということでよろしいんでしょうか。バンチさん先ほどのその水上さんの3つの視点は非常に共感するというそういった印象ということでよろしい。はい、私もそのように考えました。非常にその分かりやすい見方だと思いました。はい、それではムンツさんにお聞きしたいと思います。改めてそのインダストリー 4.0 と日本あるいは、IoT の米国中心とした流れとの違いとあるいは共通点に関していかがでしょうか。Yes, thank you. ありがとうございます。First of all, まず、as I already すでにプレゼンの時にも触れました。私も共通点また違う点をどのように考えているのかに関しまして触れました。この IIC は非常に国際的な動きでもあるわけです。アメリカ初のものでありますが今では国際的な組織と言えましょう。海外の企業もたくさん入っているわけです。このプレゼン先ほど皆さんのプレゼンを聞いてより深く学ぶことができましたのはこのインダストリアルバリューチェーンのイニシアティブそしてこの皆さんの協議会ロボット革命イニシアティブ協議会の皆さんの取り組みここに私今後の RRI のワーキンググループ1非常に共通点が多いということなんです。この一緒にやったら非常に効率的ではないかと同じような目標を持っていると思いますのでそのように考えました。それからワーキンググループの2と3を県議会の方ではより一般的なロボットの使い方ということでやっていらっしゃる。これ大変いいことだと思いました。我々はロボットのメーカーですので全くパーフェクトだと思いました。このドイツとの違いはこの辺にあると思うんです。より今一番広いアプローチというのが IIC であり3つの全く異なる産業に取り組んでいるわけです。私のプレゼンで申し上げた通りです。それから次に広く取り組んでいるターゲットを持っていると言えるのが皆さんの協議会であろうと言いましょう。すなわちまずその産業製造に取り組んでいる
り組んでいる。またさらにロボットの利活用という点にも取り組んでいらっしゃる。そして RRI は2つの目標を持っております。ドイツの方ではもう1つに絞っているわけです。この製造業に絞っている、ここに絞ってやっているわけで、でここで最善に向けを出そうとしているわけです。ですからその力を一つの具体的な点に合わせるというのがこのインダス 4.0 でやっていることなんです。ただ日本でやっていらっしゃ いらっしゃるあるいは IC で取り組んでいらっしゃること、これはこの製造に限りますと全く同じターゲット、ドイツでやっているのと同じこのターゲットを狙っているわけですから、これは一緒にやっていける、ワールドワイドでやっていけるものだと思いました。全く同じゴールをやはり狙っているからです。もちろんその標準化と供給分によってその競争をということではなく、例えばマシンとマシンのコミュニケーションなど、これはその競争の分野ではありません。一緒にやっていける分野ということになりましょう。もちろんその次の段階で製品段階では競合するということになりましょう。ロボット、ドイツのロボットと日本のロボットの競合ということになるでしょう。しかしインフラ関係では通信あるいはクラウドテクノロジー、こういうところ全て将来必要なものです。ここはやはり競合ではなく力を合わせて一緒にワールドワイドでやっていくべきだと考えます。ありがとうございました。お話を伺っていると、特に、IIC のアプローチ、それから IA4.0、 そして日本のアプローチも、製造マヌファクチャリングという意味では非常に、共通する課題があって、その、フォーメーション生い立ち、あるいは国の関与、それから、グローバルな対応といったところが、若干違うという、そういったことのように伺いました。ペダーズさんは、あえてその3つのオープンなイニシアチブに、参加されていますけれども、そういったその複数存在する、ということの、一方で意味と、それから、共通することは、ある意味一緒にした方がいいという両方の要素があると思うんですけれども、あえて3つの、イニシアチブに、参加されているという、ご説明ありましたけれども、それはそれぞれのイニシアチブが違いがあって、でそれぞれの違いを、こううまく活用するという、企業の立場というそういった考え方で理解でよろしいんでしょうか。特に先ほど共通点ありましたけれども、違いに関して、最初の、ご説明ではなかったんですけれども、あえて特徴的なところを言うと、IIC あるいはオープンフォグ等で、他と違うところというところがもしあれば一言だけお願いします。この他の組織の方では、例えばオープンフォグという組織ですが、これは水平的なテクノロジーのイニシアティブになっています。マーケットセグメント別にやっていることではないと。ですから、この組織のあり方上、明確な違いがあるわけです。テクノロジーの枠組み、またその標準というのも違ってくるわけです。ですから、お互いに競合をするというわけではなく、大きなパズルの一つのコマを取り組んでいるというような形になるわけです。そして、IIC では各地域で、それぞれその経済的なドライバーの開発をしている。これはやはりその地元のエコシステムに重要なものとなってくるわけです。それぞれのローカルなエコシステムが構築され、そしてそこではやはりその地元の事情というのが非常に重要になってくる。しかしながら、このようなエコシステム間の相互接続性、運用性というのも重要になるわけです。そこで IIC オープンフォグの方では、このような相互運用性をさまざまなローカルのソリューションセットに対して提供していこう。そしてこの個々のエコシステムを生かそうとしているわけです。その辺がその目指すところの違いと言えましょう。しかしこれは一緒にやっていくべきことであり、
今回このような場が持てるということも非常に重要であると考えております。ですからその業界として全く別な道を行くというわけではない。最終的には IoT の世界が調和化されると、いろいろなイノベーションを進めているコミュニティがそれぞれ成功し健全に育っていく、そういう将来を目指すべきだと思います。ですからその他の組織でやっていらっしゃるところ、そこではそのいろいろなテクノロジーに取り組んでいるわけで、必ずしも特定の垂直水平構造のソリューションだけということではないと考えています。そういう意味ではそれぞれのイニシアチブコンソーシアムのいい面悪い面、大きな目標としては共通する部分があるので、うまくいいとこ取りをするということも、必要であると、そういう話だったと思います。今お話ありましたが、ある意味で、いくつかのコンソーシアムイニシアチブが、共存しながら、悪く言うと乱立しているという部分もあると思うんですけれども、企業の立場からいたしますと、やはりそのコラボレーションで協調してやっていかなきゃいけない部分と、一方でビジネスの世界では競争をしているという、そういった実情があるのかなというふうに思います。ですので、その競争前のプリコンペティティブな世界ではみんなで手を組むけれども、実際ビジネスの現場では競争し合っていると、そういう意味ではこういったそのオープンコンソーシアムでは、そこの競争の部分と協調してコラボレーションする部分との切り分けが非常に難しい。特にマネジメントする立場からすると、そういったことを非常に注意して行っていると想像します。そういった意味で、特にワーキンググループであるとか、さまざまなグループを作る上でのステークホルダーは誰であって、である意味でそこに対するその競争する相手は誰なのかと、こういったところをある程度シナリオとして、あるいは合意事項として明らかにする必要があるのかなというふうに思います。それではこれ2つ目の話題としまして、こういうオープンコンソーシアムイニシアチブの中で競争と協調という、こういった視点からそれぞれ意見を伺いたいと思うんですが、ではまず水上さんから、先ほど の話も含めて、違いも含めてで構いませんので、お願いできますでしょうか。はい、競争と協調という話でしたけれども多分こういうまだまだ見ぬ世界を一緒になって描いていくということ自身が非常に協調してやっていかなきゃいけない、分かりやすくそれをみんなが理解できるようにしてやっていかなきゃいけない、非常に大事な点だと思っています。よくありますのは、これを自分の言葉なんですけども、善意の第三者が実は、批判をすると何かガタガタと壊れていっちゃうようなことが意外と技術の世界であります。正しく認識をみんなが持てるようにしていかなきゃいけなくて、例えば今回の場合もつながるという問題、それからデータを活用して十分、いろんな利便性が得られるという点、それが一体どういう意味なのかというのをよく、みんなで協調して理解していく、それを世論として作っていくということが非常に大事なんじゃないかなと考えております。ありがとうございました。では山本さん、いかがでしょうか。協調と競争ということなんですけども、いろいろこういった会合をやってきた中で感じました。やっぱりよくあることですけども、大筋合意、全体はいいよね、それ理想だよねっていうお話をよくさせていただきますが、それが議論が進んでですね、各論に入っていくと、その途端にですね、いやそれはちょっと待ってと、ここは調子悪いねという、やっぱり企業のやっぱり競争のところはそこに表面化してくるというのが実態じゃないかと思います。ですからおそらくですね、競争のコアのところはいくつかあると思うんですが、業種によっても違いますし、いろいろあると思うんですけども、それはハードウェアもしかり、それからその中にあるソフトウェア、もしくはソフトウェアのコンテンツかもしれません。こういったところはおそらく競争軸で残るんだろうなと、
ここは切磋琢磨してとにかく他の会社よりいいものを作らなきゃいけない。これはまあ基本だと思いますね。でその中でじゃあ協調はどこよといったときに、さっきの大筋と言いましたけども、やっぱりつな今のこの IoT というところに視点を当てれば、やっぱつながるところ、ここのインターフェース、外部とのインターフェース、ここのところは少なくとも何らかの形で選択肢がいくつかあると思うんですよ。実際には選択肢はいくつかあるんだけど、何らかの形でそこをつなぐようなことができるような形にしましょうよというのが協調領域かなというふうに感じています。はい、ありがとうございました。続いてフェダーさん、つなぐという意味ではアプリケーションの領域では個々に、ステークホルダーがつなぐという話ですけれども、一方でそのインフラの部分、通信の部分であるとか、もう少しそのデバイスの部分はある意味競争領域に非常に近いのかもしれませんが、その辺の切り分けというのはどのように考えればよろしいんでしょうか。これ難しい問題ですね。イノベーション、IoT、あるいはトランスフォーメーションというときには、やはり勝つ人、負ける人がいると思います。そして、組織や企業や、たくさんの利害関係を持っていたところ、かつてそういうものを持っていたところというのは、難しい状況にさらされるかもしれませんね、変化が起こってくると。ですので、私先ほど通信のところで接続性あるいはインターネットというところがビジネスモデルを大幅に変えるというふうに申し上げましたけれども、私は今後のトランスフォーメーション変革というのは、やはり情報とデータにまつわるところではないかと、あるいは相互運用性にまつわるところではないかと思っています。接続よりもむしろそちらの方だと思います。接続性はもちろん大事ですよ、もちろんそうです。ですけれども、やはり新しいその金銭的な経済的なメリット、あるいはその競争というのはビッグデータ、あるいはアナリティクスのところにあると思います。データマイニングをどういうふうにやるか、どういうデータをシェアするか、誰がそのデータを所有するのか、そして政府の役割は何なのか、データに関して、そしてこれをどういうふうにプライバシーを守るのか、そしてどういうふうにこのアイデンティティというものを追っかけていくのか、追跡していくのか、それからまた信頼性、いろんな問題があると思います。そしてまた機会もあると思います。つまり協調協力をしていく機会ですね。例えばサプライチェーンの中で大きなメリットが協力によって出てくると思います。データモデルによりましては大きなメリットが可能です。協力をしていくことによって競争をするよりも、例えばインテルではやはり私たちは全体のパイを大きくしようというふうにしています。パイのちっちゃいところを奪い合うのではなくて、パイ自体を大きくしようということを言っているんです。そうすればみんながメリットになるということが言えます。この新しい変革された社会の中でみんながメリットを享受できます。そしてまたどんな会社であってもイノベーションをすればメリットというものを享受できるのではないかと、私はそういうふうに思っています。いわゆるウィナーテイクスオールという言葉がありますけれども、純粋なソフトウェアの世界ではそういうやり方をしていますが、 IoT ではむしろそういうことではなく、やはりウィンウィンの関係が成り立つというそういう考え方と思ってよろしいんでしょうかね。はい、そうです。やはり IoT というのは重要なインフラですよね。ですから、やはりインターネットで起こっているイノベーション、そしてまたイノベーションの価値というのはごく少数の会社が握ることになりましたけれども、ただ IoT に関しては、あるいは重要インフラの製造に関しては、サプライチェーン、これは反応が今度は違うんではないかと思います。やはり一社だけが独り勝ちということは難しいと思います。岩佐さん、IIC の中で今活動されていて、実証実験テストベッドのところを、非常に力を入れているという話でしたけど、テストベッドというのは非常にその実装に近い、言ってみれば、コンピテンシーに近いところなのかなと、一方でそのスタンダードとかは、コラボレーティブな領域ですけれども、そういったテストベッドのところを
まあ、場合によっては競合する相手と一緒にやるという、まあ、そういった場面を、まあ、今やられていると思いますけれども、その辺であの競争領域の扱いについてどのように考えればよろしいでしょうか。そこのあたりはいつも頭を悩ませているところで、要はあの本音を言うと、まあ、自分がビジネスやっているところは全部自分で取りたいというのはあるんですけれども、それだと誰も寄ってきてくれないというのもあって、やっぱりある程度オープン性がないとみんなに支持されないというのがあって、で、まあ、富士通もそうなんですけれども、 IIC の他のテストベッドを見ていても、やはりオープン性っていうのは重視して考えていて、あの以前ディスカッション、あるテストベッドの人とディスカッションしたときに、例えばあなたが提供しているビジネスの部分を全く同じものを他の人が提供したいと言ったらどうするのっていう話をしたら、それは本音を言えば自分の使ってもらいたいけど、でもそれはオープンにするんだと、じゃないとやっぱり、そういうエコシステムができていかないという言い方をしていて、それでまあそうだなと私も強く思ったことがあります。なのでやっぱりその、まあ、実際のビジネスの時には企業の利益を取るためにビジネスっていうのは戦っていかないといけない部分があると思うんですけれども、その市場を作るっていう意味ではやはりオープン性を大事にして、いかないと、まあ、競合企業とも同じ土俵で戦えるようにっていうのを作っていかないといけないのかなというふうに思っています。ありがとうございました。一方でインダスト 4.0、まあ、ドイツ政府も、まあ非常にコミットしている中では、あまりその競争というよりは、協調の方に軸足が比較的寄っている気がしております。まあ、特に、まあ、中小企業とかですね、あるいは新しくその産業育成していくという意味では協調な方向だと思うんですけれども、一方でそうするとなかなか産業が入ってきてくれないという、まあ、ある意味競争をうまく環境を作り出すようなところも必要かと思うんですけども、マンティーニさん、その辺 その、場の作り方と競争をあえて仕掛けるような、そういったこともやっぱり必要なんでしょうか。そうですね、もちろんいつでも競争はあります。私たちは市場経済ですから競争はあります。課題は何かというと、どういうふうにすればプラットフォームがきちんと競争前の段階で機能するかということなんです。これはリーダーのコンプライアンスルールというのがあります。また競争法がありますから、競争法には従わなければいけません。そして各プラットフォームのミーティングで全員が言われるんですけれども、そういった法律には遵守しましょうということを必ず言われます。そして私たちは競争前の段階で作業しているんですということを毎回言われます。そしてこの競争という概念ですが、私が競争するとき、あるいは協力をするとき、これは 何がトピックなのか、どんな段階にいるのかによって変わってくると思います。先ほど本当にいいご説明をテストベッドに関していただきましたけれども、今の様の方からやはり全体的なことに関して、あるいは標準の必要性に関しての話をしているとき、あるいは労働力のトレンドに関して、あるいは法的な枠組みの変更、あるいは法的要求の変更に関して話し合っているとき、そういうときはやはり平等にすべての参加者、すべての経済の分野からのインプットが必要だと思います。やはり明確な明らかなコンディションというのを設定して市場機能させなければいけないからです。ですから民主的にやっていく必要があります。こういったことに関してはちゃんとディスカッションをやるべきなんです。でこれは設定すれば、その後は競争が始まると思います。プラットフォームに関してもそうです。私たちプラットフォームインダストリー 4.0 ですが、どういった規格がいいのかということを話し合います。
そしてその話し合いをしたらば、それを担当する機関の方に提示をいたします。企画を書いている団体に対して提言をするんです。ですから明確なルールを私たちは持っています。ただ中核にある大事な点というのは、まあ他の方々もお話ありましたけれども、これはコーペティション、協力競争時なんです。まあ、もちろんこれは難しい問題かもしれません。頭の痛いところかもしれませんけれども、やはり協力をするというにはメリットがあるはずなんです。先ほどもお話ありましたように、私たちはみんなより協力的なシェアする経済の方に動いていっています。ですからやはりこのようにいろいろ交流するということをこれからもっと考えていかなければいけないと思うんです。それからまた私たちのプラットフォームに関しましては、中立的なファシリテーターを持つということがとても大事です。そしてその中立的なファシリテーターがディスカッションを引っ張っていくということがとても効果的なんですね。自分の本当に強い利害を持っている人ではなく、中立的な人が議論を引っ張っていくということが効果があると思います。それから最後のもう一点なんですけれども、もう一つ申し上げたい点がありまして、このディスカッションに関係のある点なんですが、特にドイツの状況に関係のあるところなんですが、これまでにもがありました。大規模のところ、それから小さなところというのがありますね。ですけれども、デジタル経済の中では誰が大手なのか、誰が小さいなのか、何が違うのかというのは違ってくると思います。小さなプレイヤーであっても、数年間で本当に強力になってきたことがあると思います。デジタルの中で、分散化した中で、新しいビジネスモデルでめきめき台頭してきた小企業があるんです。それから大きな大企業というのが苦戦しているというところもあると思うんですね。そこから学べる教訓は何かというと、やはり大規模であっても小規模であっても、新しい考え方を協力に関して持ってなければいけない。そして有効な交流をやっていくということが大事だと思うんです。そしてそういった行動というものを新しい時代の中で身につけていかなければいけないと思います。ありがとうございました。非常に奥の深い政策の中で進められているということがよく分かりました。競争をあまり強調しすぎると、特にその、弱い側の立場がどんどん切り捨てられていくという、そういった意味では非常に重要なことだと思うんですけれども、一方でそのグローバルな企業にとっては逆にそれがかえって、障害になったり、どんどんその自由な競争の方が魅力的なので、アメリカを中心とするイニシアチブの方にどんどん流れるみたいな傾向がもしかしたらあるのかもしれません。そういった意味ではムーンスターロボットの エクカ社で非常にそのグローバルな戦いをしておりますが、そういう意味ではそのドイツ国内のそういった、イニシアチブと海外の、そういった両方を使い分けながらということだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。特にそのグローバルカンパニーという立場から、このドイツの、国内の政策と、あるいはそのグローバルな企業としての戦略との、そういった兼ね合いみたいなところがうまくバランスするのかといったあたりをお聞かせ願えますか。いや、まず、そうですね、小さな会社であっても、グローバル化というものが、もう周りにも満ち満ちていると、将来、小さな会社であっても、世界中で製品を売ることができるようになるでしょう。そして、やはり、今日のシンポジウム、今日のシンポジウムを、されている方にとっても、製品が世界中で売れるということはどこにいるのかということよりは、同じ環境、同じ規則、法律のもとで、製品にまつわる、規則のもとで売るということの方が重要になるでしょう、どこかということより。ですので、空間ロボットを売っています、ドイツで売っています。そして我々、メインパワーもありますし、コミュニケーションということでいろんなことを伝えてますし、インフラも揃っていると、インフラ揃っているところで売るんですけれども、でも日本で売るとかアメリカで売るということになると全く条件が違いますので困ります。ワーストケースの各国でやはりそれぞれの製品を作らなきゃいけない、それぞれの国向きの製品を作るということになりますとお金がかかってしまいます。ですので、私
私どもこう主張しているわけです。グローバルスタンダード、こういった新しい大きな、インター IoT とか、こういったものを考えたときにグローバルスタンダードがいるんだということをずっと主張しております。そしてこの競争と協調という質問がさっきございましたけれども、この間の境界線もいろいろとあるわけです。私どもの会社の場合は比較的答えやすいんですけれども、でも例えば一つ例を申し上げましょうか。これはみんなが知っている技術、電話、携帯電話の業界、皆さん覚えていると思いますけれども、30年前、20年前、こういうものが出てきたんですけれども、そして少なくとも世界中で3つの標準がありまして、全く相互互換性がなかったわけです。ドイツの電話を持って日本に来ると、飛行機に乗って、そうしてスイッチを入れても、結局Wi-Fi につながろうとしてもうまくいかないと、そして逆に日本の携帯電話はドイツでは使えないということがあったわけです。アメリカでも使えないと、ドイツや日本の電話は。ですので、この市場の人たちが、結局、3つの技術をそれぞれ、それぞれの市場に合わせて製造しなければいけないということになったわけです。そうしますと、このその状況が今の状況に似ているんじゃないかと思っているわけです。技術が世界中でいろんなものがあるって、そして製品の互換性がないということで、お互いにつないでもうまく作動しないんです。もちろん、IoT とかそういうものがないと産業がないということであれば、まずこのインフラを揃えないといけない。あったと同じような形であります。そしてそれはやはり市場からの圧力がそのドライバーになります。 IoT にしても、例えば製品がちゃんと互換性がないと技術がうまく作動しないわけです。よりワールドワイドなグローバルマーケットを考えた場合、そうならないといけないと。ですので、いわゆるインダストリアルオートメーションと同じようなことをしたできないわけです。こういうストーリーが考えていくと、次、例えば3バンド、例えば3つの通信技術を1つのデバイスに盛り込む必要が出てくると、3つのバンドを、その技術になる。でもコストはもっと高くなります。製品が高くなってしまいます。そしてデバイスの提供者はやっぱりもうそんな高い製品だったら嫌だということになります。そしてお互い会議で話し合って、3つのスタンダードになってしまったらとっても大変でありますので、やはり世界中で一つにしたい。で、今の状況はどうかと思ったときに、一つの通信のスタンダードがあって、それが世界中で同じです。これがやっぱりもう共通でなければいけないんです。ここは共通しちゃいけないと思うんです。でも私 iPhone 好きです。 Apple のファンです。皆さん Android の好きな人もいるでしょう。でもこういったところではちゃんと競争しないといけないんです。政府製品レベルの競争をして、インフラレベルですらいけないんです。 IoT というのはどうしたかというと、インフラの面です。ですので、その上に作る製品、その面で競争しなければいけない、もしくはその IoT の上に作るサービスで競争しないといけないと思うわけです。サービスの製品と同じように重要、インフラの面での競争ではいけないと思います。競争にもいい競争と悪い競争があって、不要な競争は避けるべきであると。特にそういったインフラストラクチャー、あるいはスタンダーイゼーションの話は非常に強調すべきであると、そういう話でした。それでは時間もだいぶ過ぎてきましたが、3つ目の話題といたしまして、それぞれイニシアチブで向かうべき方向性、おおよそは同じですけれども、個別に課題はお持ちであるということですが、ここでそれぞれがいかにコラボレーション、協調しながら新しい時代を切り開いていくことができるかと、そういった視点からそれぞれ一言ずつ、今最もその気になる課題と、その課題を他のイニシアチブと共同で、あるいは他の、イニシアチブに対する期待でも構いませんが、どういったコラボレーションの可能性があるのかということを、一言ずつお聞かせいただきたいと思います。それでは水上さん、お願いします。今IoT ということで一番関心のあるところは、データの所有者って誰っていうのが日本では話題になってまして、そこを
海外はどういうふうに今議論が進んでて、どういう形で やっていけそうなのかを、議論できていったらなと思っております。はい、ありがとうございました。では山本さんお願いします。はい、私はですね、まあ、それに加えましてあとセキュリティのところですね。やはりセキュリティはまあこれだけインターナショナルになってグローバルになってきますので、まあ、国を超えたセキュリティに対する取り組み、その防御をする方法ともう一つは多分セキュリティもいろんな方法があるんですけども、そのセキュリティレベルの評価、これそれどう評価するのっていうところでグローバルなルールができるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、非常に具体的で、すぐにも取り掛かれそうな課題かなというふうに思います。それでは、続いてヘダーさん、まあ、今いろいろやられてますが、さらに、特に日本のイニシアチブであったり、あるいはそれ以外の、ところに期待するところ、あるいは、一緒にできそうなところということがあればお聞かせいただけますでしょうか。So I think the expectation. そうですね、期待というところでいきますと、まず、この総合、運用性、インターオペラビリティ、ここを主張してます、強調してます、それぞれのイニシアチブ、の間でバリデーションをして、テストベッドを使って行っていくと、そして、作っていくと、いわゆるその例を、構築していくわけです。そこで、まあ、いろんな問題を発見もできるでしょうし、ギャップも発見できるでしょう。こういうものはあるわけです。それぞれのアプローチ、例のそういったところが分かると思います。ですので、インターオペラビリティ、バリデーション、とても重要になります。それからハイレベルなスペックでいきますと、フレームワークも、それからパブリケーション、公表、それから標準化組織もいろいろありますし、私たちどもの組織、すべて ISO、の JTC1 とか、まあ、こういったところを向けて、こういったところを向けて進んでいるわけでありますけれども、たくさんこういった団体もありまして、まあ、スペックの問題を一部解決しようと頑張っております。しかし、バリデーションということになった場合、やはり技術的な、インターオペラビリティの能力とか、バリデーションの能力とか、ビジネスモデル、このあたりがとても重要になってくると思います。ですので、こういった組織すべて、こういったところは全員協力をしていけるかと思います。ジョイントで、やはり IoT のポテンシャルを協力して作っていけるんじゃないかと思います。ICT とか IoT という視点は非常に、まあ、進んでいる取り組みだと思いますけど、一方でそのマニファクチャリングであるとか、あるいはオートノマスな、システムといったところはプレゼンテーションにありましたけれども、そういったところでの、まあ、期待みたいなのは追加でございますでしょうか。ヘダーさん、まあ、とりあえずはですね、その他のトランスフォーメーションから学ぶことというところが必要かと思います。まあ、オープンネスという言葉も出ましたし、データのスキーマとかデータのフォーマット、それからデータのバリュー、 IoT の中でそういった話もすでに出てますので、まあ、そういったところがとっても重要なところだと思いますし、その他のトランスフォーメーション、世界のいろんなところで起きているところに関して、そういった点をどういったところが、まあ、圧倒的になるかというところもちゃんと学べると思います。そこがあるかなと思います。では岩佐さん、いかがでしょうか。特に日本にいながら AIC に所属しているという立場で、まあ、両方の面をご存じだと思いますが、期待はいかがでしょう。はい、今日は朝からこの会に参加させていただいて、一番良かったなと思うのは、インダストリー 4.0 についてとてもよく理解できたっていうのが私にとって一番の大きな収穫で、それで裏を返すと、なかなかインダストリー 4.0 についての今どういったことをやっているかという情報がなかなか理解できていないというのが、まあ、今日改めて気づきました。そういう意味で、まあ、私日本にいるので、その RRI の活動も学ぼうと思えばいくらでも学ぶチャンスあるし、 IIC については自分が実際に参加して状況はよく分かっているんですけれども、なかなかインダストリー 4.0 について、まあ、もしかしたらドイツ語が読めれば理解できるのかもしれないですけど、英語と日本語でなかなかアップトゥーデートの情報を得るのっていうのが難しいので、
うまくそこら辺なんかうまく情報共有しながら強調できるところを強調できるように していきたいなというのが思いとして感じました。はい、ありがとうございます。そういう意味では日本の方も日本語ばかりじゃなく英語で発信しなきゃいけないというところがありますね。はい、それではアンディエンさん、いかがでしょうか。特に非常に日本とドイツは経済的あるいは国柄文化も近いというお話ありましたけれども、特に日本のイニシアチブに対して、あるいは IoT のイニシアチブに対してでもいいんですが、どういった期待あるいは今後に向けての何か共通的な取り組みの可能性のようなことがありましたらお願いいたします。もうすでにいろんなことをおっしゃっていただいてますけれども、例えばセキュリティやデータの問題とか、オジェンダの中にもありましたけれども、そういったところでさらに協力ができたらと思っております。テストベッドは私ども本当に有用だと信じておりますし、具体性があります。テストケースがあるわけですので、それを実証するわけですから、ですので、繰り返どうかということが分かるですので、ここに関してはとても私は非常に合意というところでありますけれども、あと協力できるところでは、この分野のさらに進化させるということ、あと標準化を全般的なところでやっていくということ、そのあたり、共通のディスカッションを通じて進めていけると思います。そのあたりもちゃんとアジェンダに盛り込んでいきたいと思っています。それから最後に一言、先ほども少しお話ありましたけれども、水上先生がおっしゃったように、おそらく、この全体のデジタル化、デジタル経済の展開していくと、持続性につながっていくんじゃないかと、そのあたりのリンクもしっかりと見定めていきたいと思います。ポテンシャルとしてどういうことが私たちデジタル化から得られて、持続性や持続的な開発につなげられるかということ、そのあたりも大きな社会に対しての課題、世界の持続性の問題というのが大きなチャレンジになっていますので、それに対してスマートな形でかつ利益が出る形で持続性を達成できるかということも、そこをアジェンダに入れたらなと思っています。最近の IoT の一つのキーワードでディスラプティブ、破壊的なというキーワードがよく耳にしますが、そういった意味でドイツの取り組みとしては、先ほどの中小企業に対する対応ということもありましたが、それに対する部分は日本と非常に共通する部分かなと思うんですけども、アンティンさん、そういった意味での何かアイデアとかあるいは取り組みとしての状況みたいなことは可能なんでしょうか。はい、申し上げましたように、こういう分野というのがより一緒にやっていくことのできる分野だと思います。より具体的に考えた場合に、確かにこのような分野に関してはフォローできると思います。ありがとうございます。それではムンツさん、最後ですけれどもいかがでしょうか。特にロボティクス、これからどんどん発展していくと思いますけれども、今回ロボット革命イニシアチブということで、ロボットが一つのキーワードになっておりますが、そういった意味で今後お互いにコラボレーションできる領域と、あるいは何か共通な課題テーマ等がございましたらいかがでしょう。 Yes, sure. はい、まず先ほど申し上げましたが、我々やはり一緒にこういうこのインダスリー 4.0 あるいは IRC、一緒にやっていくべきだと思うんです。我々の進めているインダスリー 4.0 はもう海外にオープンな形になっています。本部もアメリカの本部がありますし、
フランスにもまた中国にも本部があります。フアウェイも参加をしております。したがって私の方からもぜひ日本の企業にワーキンググループに参加していただきたいと思っております。そしてぜひ一緒にやっていただきたいと思います。そしてその成果を皆さん の, そのイニシアチブにつなげるような形で持ち帰っていただければと思います。この今回のこの協議会のワーキンググループの位置というのはまさには私どもと同じ 4.、インダストリー 4.0 でやっているのと同じことをやっていらっしゃる。バリューチェーンイニシアチブもそうです。非常に同じことに取り組んでいると思いますので、どなたか お一人お二人ぜひこの毎月1回の会合に参加いただくようなことができれば、まあ、ドイツで開かれるものですからドイツにいらっしゃる方だと都合がいくかと思いますけれども、日本の企業もドイツに子会社があるかと思います。ですからどなたか送っていただきましたら直接日本の本部にも報告いただけるかと思います。また一方でこの皆さんのロボット革命イニシアチブ協議会、これはドイツと共通していない部分もあるわけです。私ども、クカといたしましては、ぜひお声かけていただければ、皆さんの協議会に参加をしたいと考えております。そして日本からのご参加ということにもなるわけですし、IIC の方もそうです。5つの分野を IIC では取り組んでいらっしゃる、自動オートメーション、製造の部分があるということで、このワーキンググループの方では、この業界の問題に取り組んでいらっしゃいます。ですから、ドイツの企業、日本の企業が、このような IIC のワーキンググループに参加ができると思います。ですから、ぜひこの他のイニシアティブをやっていらっしゃる皆さんも一緒に進めていきたいと思います。やはりこの非競合レベル の, そのインフラは一緒にやっていけると思います。これは世界全体でグローバル化されたこの将来の製品にもつながっていきます。ですからこのやはりお互いに相互接続できるような製品につながっていくと思います。日本のイニシアチブに対してもっと協力してコラボレーションできるはずだと、まずは交流がということでしたけれども、具体的に中身に関してはまだ我々の取り組み自体が、まだきちんと説明しきれてないという部分は多少あろうかと思いますので、その辺の中身をもう少しアウトプットした上で具体的な、ご要望もいただけるのかなと思います。今いろいろありましたけど、最後に一言ずつ水上さん、山本さんから、いかがでしょうか。いろいろな今後の可能性にありましたけれども、日本の RRI としてどういった、そのコメントもしあればお願いいたします。IIC の動きも含めて、インダス 4.0 の方の話もですね、非常に今日本が取り組んでいる問題と、基本的なところは全く一緒だなということを今日改めて強く感じた次第です。ぜひ一緒に議論できていけたらなと思っております。はい、宮本さんいかがでしょうか。はい、私も全く同感でございまして、今日いろいろお話を拝見してですね、拝聴しまして、共通事項がこんなにたくさんあるんだというのを改めて認識いたしました。ですからやはり協調領域というところ、やっぱりピックアップしながらですね、協力できるところはしっかり協力していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それではほぼ時間になりましたが、今回のパネルディスカッション、それぞれのイニシアチブが持っている、思い、あるいはこれからの方向性と、実はそれがある意味で共通する部分が非常に多いと、コラボレーションできる可能性がたくさんあるということが分かりました。せっかくこういった機会ですので、これを機会に具体的なアクションとして、さらに交流が深まっていけばいいかなというふうに思います。では、これで、パネルディスカッションを終わりたいと思います。どうも、パネラーの皆さんありがとうございました。パネリスト並びにモデレーターの皆様ありがとうございました。今一度ご登壇の皆様に大きな拍手をお願いいたします。